仮想記憶の概念図仮想記憶とは、コンピュータ分野におけるメモリ管理の仮想化技法の一種であり、オペレーティングシステムなどが物理的なメモリをアプリケーションソフトウェアに対して専用の連続した主記憶装置に見えるように提供する。この技術により、物理的な主記憶装置に加えて、ハードディスク装置等の補助記憶装置を併用すれば、 物理的な主記憶装置よりも大きな仮想メモリを提供することができる。またアプリケーションプログラム側は物理メモリ上のアドレスを意識しなくてよいためマルチタスクの実現が容易である。このため現代のオペレーティングシステムの多くが仮想記憶をサポートしている。仮想的に与えられたアドレスを仮想アドレス、または論理アドレス、実記憶上で有効なアドレスを物理アドレス。 または、ジアドレスという。仮想アドレスの範囲を仮想アドレス空間、物理アドレスの範囲を物理アドレス空間という。仮想記憶の実装には大きく分けて、セグメント方式とページング方式の2種類がある。ちなみに6 8八千システムでは、68451と68851のメモリ管理ユニットが準備されていた。一般に、 ページング方式の方がよく使われている。これによりメモリスワッピングと仮想記憶が結びつけられる。メモリスワッピングとは一時記憶装置内のメモリページを二次記憶装置に書き出してより高速な一時記憶装置を他のプロセスが使えるように開放することである。仮想記憶という用語はメモリスワッピングと混同されることが多い。これは Windows 系のオペレーティングシステムが メモリスワッピングの可、負荷を設定する項目を仮想メモリと称していることも一因と考えられる。実際、Windows はその仮想メモリを負荷としてもベージング方式と仮想記憶を使用している。UNIX 系システムでもスワップファイルやスワップパーティションなしで仮想記憶を使用することが可能である。したがって主記憶装置以上の大きな記憶領域を 仮想的に使用できるようにすることは仮想記憶の主な目的ではあるが本質ではないとも言える。本質は不連続な物理メモリ領域を連続な仮想メモリ領域にマッピングすることであり複数のプロセスがそれぞれ固有の連続な仮想メモリ領域を割り当てられる点である。これによって他のプロセスのことを気にせずに動作できる環境が提供されている。そういった意味で 仮想機械がゲスト OS に対して提供していることと仮想記憶がユーザープロセスに提供していることは等価である。仮想記憶は物理メモリのフラグメンテーションを隠蔽することでアプリケーションのプログラミングを容易にする。すなわちカーネルに記憶階層の管理を委任することでプログラムが明示的なオーバーレイの制御を行う必要性を排除している。技術的には 仮想記憶を使うことによりソフトウェアが動作するメモリアドレス空間のサイズとアドレス範囲は当該コンピュータの物理メモリ領域には必ずしも縛られなくなる仮想記憶を適切に実装するには CPU が OS に対して仮想メモリを物理メモリにマップする手段を提供し主記憶に対応していない仮想アドレスにアクセスしたことを検出する手段を提供して必要なデータを スワップインできるようにしなければならない。CPU の支援なしで仮想記憶を提供することも可能だが、その場合は上述の機能を提供する CPU をエミュレートするだけであって、本質的には同じことである。Adobe の一部のアプリケーションのように、アプリケーションプログラムが自前で仮想記憶機構を持つ例もある。ソフトウェアによって仮想記憶を実現することは、 本来ハードウェアで実現できる機能をあえてソフトウェアで行おうとしているので一見非効率に思える場合がある。しかし、この見方は場合によっては誤りである。なぜならページ方式やセグメント方式では仮想アドレス空間に対する広がりを持たせているので、例えば画像などを扱う場合には単にアドレス空間方向への広がりイコールすなわち水平方向への広がりしか持たない。 だが画像に対する操作は特定の二次元空間イコール面的な広がりを持っている。ここにソフトウェアで仮想記憶を実施するにあたって面的な広がりをメモリ参照の極在性としてみなすと単なる仮想記憶よりも性能の向上が期待できる。まず以下の議論の前提とする簡略化した典型的な記憶装置の階層構造のモデルを述べる。 主記憶装置とキャッシュメモリのどちらを使用するかは一般にハードウェアに任せられているためプログラマからはどちらも同じ物理メモリとしてしか見えないハードウェアの動作としてはまずキャッシュメモリをアクセスしさらに必要ならキャッシュメモリと主記憶とのやり取りを行う多くのアプリケーションは情報がなるべく物理メモリ上に格納された状態でアクセスできることを要求する これは特に見かけ上並列に複数のプロセス、アプリケーションを同時実行するオペレーティングシステムでは重要となる。全実行中プログラムが必要とする物理メモリ量が実装されている物理メモリ量より大きい場合、当然の結果として情報の一部をディスクに退避し、必要に応じてその内容を物理メモリに戻して使用することになる。しかし、 これを実現する手法は様々である。一つの方法として、アプリケーション自身が物理メモリ上に置くべき情報の範囲を決定し、補助記憶装置との情報のやり取りも制御することが考えられる。プログラマは、プログラムのどの部分が現時点で必要か、不必要かを判断し、それらの領域の物理メモリへのロードを必要に応じて行わなければならないだろう。 この手法の欠点は各アプリケーションのプログラマがそのような設計、実装、デバッグに時間を費やす必要がある点であり、アプリケーションそのものに集中できなくなってプログラミング効率が低下する。また、あるプログラマがある時点で物理メモリ上に置くべきデータなどを決定しても、それが、例えばどうしても全物理メモリが必要となった場合など、 他のプログラマの決定と衝突してしまう危険がある。仮想記憶が普及する以前のオーバーレイ方式がほぼ、これに相当する。別の方法として、データの参照を、ポインタではなく何らかのハンドルで行う方式である。OS は、そのようなハンドルと対応するデータを物理メモリにロードしたり、逆に補助記憶装置に移したりする。この方式の欠点は、 アプリケーションのコードが非常に複雑になる点、アプリケーションがうまく振る舞わなければならない点、標準ライブラリーが大きなメモリを確保しておいて、アプリケーションのメモリ確保要求に応えるという機能を使えなくなる点などが挙げられる。この方式の既存の例としては Microsoft Windows 3.1が有名である。現代の解決策は仮想記憶方式の仕様である。 特別なハードウェアと OS の組み合わせにより、主記憶容量が大きくなったように見せ、各プログラムが自由気ままに空間を広げて使用することを可能にする。動作中の他のソフトウェアからは、仮想記憶機構の内部の動きは見えない。一般に仮想的な主記憶容量はほとんどどんな大きさにもできる。ただし、アドレスそのもののサイズによる制限がある。3 2ビットシステムでは、 仮想アドレス空間サイズは全体で232バイト、つまり4イトである。64ビットの場合、アドレスは64ビットや48ビットといったさらに大きなものになっている。多くのオペレーティングシステムは仮想アドレス空間全体をアプリケーションに使わせることはなく一部をカーネル空間にすることでカーネルからユーザー空間に容易にアクセスできるようにしている。 ただし、これは絶対必要な機能ではなく、OS によっては仮想空間全体をユーザー空間としている。仮想記憶によってアプリケーションプログラマの仕事はずっと単純になる。アプリケーションが必要とするメモリ容量を気にする必要はなく、必要なサイズの式憶が使えるように見え、仮想アドレス空間全体の好きな場所にデータを配置することができる。 プログラマは、主記憶と補助記憶の間でデータをやり取りするのを気に、しなくても良い。もちろん、プログラマが大量のデータを扱う、際の性能を考慮しなければならない場合、アクセスするデータが、なるべく近いアドレスに配置されるよう注意して、ある時点で必要なメモリ量を減らし不要な、スワッピングを回避しなければならない。仮想記憶は、コンピューターアーキテクチャの重要な部分であり、 その実装にはハードウェア的サポートがほぼ必須である。メモリ管理ユニットと呼ばれる部分であり、性能の都合もあり、CPU に組み込まれることも多い。1960年代までのメインフレームの大部分は基本的には仮想記憶をサポートしていなかった。1960年代のメインフレームで例外と言えるものを以下に挙げる。 1980年代のパーソナルコンピュータで仮想記憶をサポートした例としてアップルリザがある。仮想記憶技術が開発される以前、1940年代から1950年代のプログラマーにレベルの記憶装置を直接管理する必要があり、大規模プログラムではオーバーレイなどの技法が使われていた。したがって仮想記憶は主記憶を拡張するためだけでなく、 そのような拡張をプログラマが可能な限り容易に扱えるように導入された。マルチプログラミングやマルチタスクを実装した初期のシステムはメモリを複数のプログラムに分割するのに仮想記憶を使っていない。例えば初期の PDP-10 はレジスタを使ってマルチタスクを実現していた。ページング方式はマンチェスター大学のアトラス上で開発された。 16000ワードの次期コアメモリの一時記憶と96000ワードの次期ドラムメモリによる二時記憶を制御するものである。最初のアトラスは1962年に稼働開始したが、ページングのプロトタイプは1959年に開発されている。なお、ドイツの初期の情報工学者、フリッツルドルフ GNTSCH は1957年の博士論文、 ロージシャーエントブールフアイネスデジータリン、リシェンジェライスツミットメイリーレンアザンクローンロフェンデン、ドロマルンウントオートマチスチョムシュネルスピーカービトリエーブで仮想記憶のコンセプトを発明していたと言われている。1961年、バロースはセグメント方式で仮想記憶をサポートした世界初の商用コンピュータ B5000 をリリースした。1965年に MIT が開発した m u l t i ス以降、仮想記憶は本格的に採用され始めた。コンピュータ市場の多くの技術と同様、仮想記憶にも様々な曲折があった。安定した技術とみなされる馬で、仮想記憶の様々な問題点を解決しようとする、モデルや理論が開発され実験がなされた。仮想アドレスを物理アドレスに変換する。 ハードウェア機構の開発も必然的だったが初期の実装ではそれによってメモリアクセスが若干遅くなった。システム全体を対象とするアルゴリズムは従来のアプリケーション単位のアルゴリズムよりも非効率ではないかという懸念もあった。1969年商用コンピュータでの仮想記憶に関する論争は事実上集結した。 デビット・セール率いる IBM の研究チームが仮想記憶システムが手動制御システムよりも優位にあることを示したのである。1970年、IBM はシステム370シリーズの OS である DOS-VS、OS、VS1、OS、VS2 で仮想記憶をサポートした。OS、VS1 はシングルタスクの仮想記憶で、 マルチタスクには従来通りユーザーによるマルチプログラミングが必要であったが、OS, VS にはマルチタスクの仮想記憶をオペレーティングシステムの機能としてサポートした。以後の各社メインフレームでは仮想記憶が一般的となる。ミニコンピュータで初めて仮想記憶を導入したのはノルウェーのノール -1 である。1976年 DEC のミニコンピュータ。 バックスシリーズの OS である VMS で仮想記憶をサポートした。しかし1980年代の初期のパーソナルコンピュータでは仮想記憶は採用されていない。これは当時のマイクロプロセッサの性能や機能の問題もあるし、個人用のコンピュータに仮想記憶が必要になると見なされていなかったという面もある。当時の主流はバンク切り替えによるメモリ増設だった。 X86 アーキテクチャで仮想記憶が導入されたのは、インテル8286によるプロテクトモードが最初だが、セグメント単位のスワッピングはセグメントが大きくなると、性能が悪くなるという問題があった。インテル8386では既存のセグメント方式の仮想にページング方式を実装し、ページフォールトによるページングが可能となった。 しかし、セグメントディスクリプタのロードは時間のかかる処理だったため、OS 設計者はセグメントを使わず、ページングだけを使うようになっていった。仮想記憶が導入されたのは、OS2、Microsoft Windows 3.0、Macintosh のシステム7、Linux カーネル 0.11VM などが最初である。仮想記憶は必須ではないものの通常ページング方式を使って実装される。 ページングでは仮想アドレスを表すビット列の回ビット列部分はそのまま物理アドレスの回ビット列部分として使われる。上位ビット列部分はアドレス変換テーブルのキーとして使用され、それによって実際の物理アドレスの上位ビット部分を得る。このため、サイズが2のべき上の仮想アドレス空間の連続したアドレス範囲が対応する連続な物理アドレス範囲に変換される。 そのような範囲で参照されるメモリをページと呼ぶ。ページサイズは512バイトから8192バイトが一般的であり、特に4096バイトが最もよく使われるが、特殊用途として4メガバイトやそれ以上のサイズのページも使われることがある。オペレーティングシステムはページテーブルと呼ばれるデータ構造にアドレス変換テーブル、つまり仮想ページ番号と物理ページ番号の マッピング情報を格納する。あるページが使用不可とされている場合、CPU がそのページ内のメモリー位置を参照しようとしたとき、ハードウェアの機構がオペレーティングシステムに一般にページホールドと呼ばれる例外を通知する。これにより実行コンテキストはオペレーティングシステム内の例外処理ルーチンにジャンプする。そのページがスワップ領域にあるなら、そのルーチンは ページスワップと呼ばれる処理を実行して必要なページの内容を物理メモリに読み込む。ページスワップ操作には一連の段階がある。まず、メモリ上のページを選択する。例えば、最近アクセスされておらず、なるべくなら、スワップ領域を含む何らかのディスクから読み込まれた、ままで変更されていないページを選択する。そのページが変更されている場合、 その内容をスワップ領域に書き出す。次に必要とされている例外発生時に参照しようとしていた仮想アドレスに対応するページの情報を読み込む。ページの読み込みが完了したらその物理メモリの内容更新に応じて仮想アドレスから物理アドレスへの変換テーブルを更新する。ページスワップが完了すると例外処理を完了し元のプログラムの実行が 例外発生箇所から再開されて何事もなかったかのように処理が続行される。仮想ページに何も割り当てられていないために使用不可となっている可能性もある。そのような場合、未使用あるいはスワップアウトして未使用にした物理ページを割り当て、OS によってはその内容をゼロクリアする。ページテーブルはそれに対応して更新され、上述の場合と同様にプログラムが再開される。 バロース B5000 などのシステムはベージング方式ではなくセグメント方式を使い仮想アドレス空間を可変長のセグメントに分割する。その場合仮想アドレスはセグメント番号とセグメント内オフセットからなる。インテル8286の保護モードにもそのようなセグメント方式があったがほとんど使われなかった。セグメントとページは セグメントをページに分割するという形で同時に使用できる。そのようなメモリ構成のシステムとして、m u l t i スやシステム38がある。その場合の基本はページングであり、セグメントはメモリ保護に使われる。インテル8386とその後の IA-32 プロセッサでは、セグメントをページ化された32ビットのリニアなアドレス空間に置く。 セグメントによる管理とページ単位による管理の2段階のシステムとなっている。しかし、複数のセグメントを活用している OS は少なく、単純にベースアドレスをすべてゼロとして範囲のみ指定した最小限必要なだけのセグメントとページングのみを使っていることが多い。これはママップや Win32 の m a p ビ v i e w アフルのような機構とは異なる。ママップ等ではファイルは 任意の位置にマッピングされる可能性があるため、ファイル間のポインターは使えないためである。ムルティックスでは、ファイルは、セグメント機構を通して、アドレス空間にマッピングされる。そのため、ファイルは常に、セグメント境界にマッピングされる。ファイルのリンク部分には、ポインタが並んでおり、そのポインタをレジスタにロードしたり、間接参照したりすると、トラップが発生する。未解決のポインタには、 セグメント名を示す値とセグメント内オフセットがある。トラップハンドラは対応するセグメントをアドレス空間にマッピングし、ポインタのセグメント識別し部分をセグメント番号に書き換えるので、2度目以降はそのポインタにアクセスしてもトラップが発生しなくなる。この方式では、リンケージエディタが不要であり、同じファイルを複数のプロセスが異なる位置にマッピングしても問題なく機能する。 アドレス変換機構の概念図仮想アドレスから物理アドレスへの変換はメモリ管理ユニットというハードウェア装置によって実装されている。これは CPU に内蔵されたモジュールの場合もあるし、外付けで CPU に密結合された別のチップの場合もある。これを動的アドレス変換機構と呼ぶ。OS はプログラムの仮想アドレス空間のどの部分を物理メモリに 保持するかを決定する。OS は、ム m、U、が使用する仮想アドレスから、物理アドレスへの変換テーブルも管理する。さらに仮想メモリ例外が発生したら、OS はそれを解決するために、物理メモリ領域を確保し、必要なら元の内容をディスクに追い出した上で新たに、必要とされている情報をディスクから持ってきて、変換テーブルを更新し、 例外発生したソフトウェアの実行を再開する。多くのコンピュータでは、この変換テーブルは物理メモリに格納されている。したがって仮想メモリを参照すると、本来の参照以外に変換テーブルの参照が発生する。このアドレス変換による性能低下を低減するため、ほとんどの無はよく使われる仮想ページに高速にアクセスできるよう、 最近使われた仮想アドレスとそれに対応する物理アドレスを保持しておくテーブルを持っている。これをトランスレーションルックアサイドバッファと呼ぶ。参照アドレスが TLB 内に格納された変換テーブルでカバーされていれば余分な変換テーブルの参照をせずに高速に変換を行うことができる。ただし TLB は高価な装置のためテーブルの大きさが限られており、 目標の仮想アドレスが見当たらない場合は、物理メモリ上の変換テーブルを参照して、アドレス変換が行われる。プロセッサによっては、この一連の処理がハードウェア内で行われる。ム m は、物理メモリ上の変換テーブルから、必要な変換内容を持ってくるので、ソフトウェア側は余分な処理を必要としない。別の種類のプロセッサでは、オペレーティングシステムの介在が必須である。 TLB に必要な変換内容がない場合、例外が発生し、オペレーティングシステムが TLB 内の一つのエントリーを必要な変換テーブルの内容と置き換え、当初のメモリ参照を行った命令から実行が再開され、再度 TLB を参照して変換を行う。仮想記憶をサポートするハードウェアの多くはメモリ保護もサポートしている。 運務はメモリ参照の種類やメモリ参照時の CPU モードによって扱いを変える機能を持っていることもある。これによってオペレーティングシステムは自身のコードとデータを問題のあるアプリケーションプログラムの不正なメモリアクセスから保護したり、アプリケーションを相互に保護したり、アプリケーション自身の不正動作から保護したりする。 多重仮想記憶の概念図書くプロセスの仮想アドレス空間には、そのプロセスが使用するコードやデータが配置される。ページング方式であれ、セグメント方式であれ、仮想アドレス空間内で使用している範囲の管理と制御が仮想記憶機構として必須である。例えば、実行ファイルの内容を仮想メモリ上に配置する領域、スタックを配置する領域などがある。 このような領域をセグメントと呼ぶ。セグメント方式のセグメントと似ているが、純粋に仮想的なオブジェクトである。実行ファイルを配置する領域は必ずしも連続ではない。プログラムのコード部分とデータ部分を分離して配置するのが一般的で、前者をテキストセグメントもしくはコードセグメント、後者をデータセグメントと呼ぶ。ユニックス系システムや Windows では一般的に データセグメントの一部として BSS セクションとヒープ領域を含む BSS セクションにはプロセス起動時に例に初期化される静的変数を配置する初期値が例の静的変数を別扱いしているのは読み書きが発生するまで例で初期化するのを後回しにできるようにするための高速化のテクニックであるユニックス系システムではヒープ領域はデータセグメントの末尾に配置され brk, 関数などでデータセグメントのサイズを変えることでヒープ領域のサイズを変えられるようにする。各セグメントはマッピングしているオブジェクトが何であるか、その領域へのアクセス権などを属性情報として保持する。テキストセグメントはファイルシステム上の実行ファイルの一部と完全に対応しており書き換えられることもない。したがって、 マッピングしているオブジェクトは実行ファイルであり、アクセス属性はリードオンリーとなる。データセグメントやスタックは一時的な存在であるため、何かをマッピングしているわけではない。そこでこれらは匿名ファイルをマッピングしているものとして管理される。匿名ファイルをマッピングしているセグメントに対応するページを匿名ページと呼び、これがスワッピングの際にスワップ領域に書き出される。 データセグメントは当初は実行ファイルの一部と対応しているが書き込み可能な属性が設定されている。ページング方式の場合、データセグメント内の内容が更新されたページはページ単位で匿名ページへと属性変更される。エグゼック、システムコールなどで新たにプロセスの仮想アドレス空間を設定した当初は基本的にこのような仮想アドレス空間を管理する。 データ構造がカーネル内に作成されるだけで実際の実行ファイルの内容はロードされない。ユニックス系システムではエグゼックシステムコールからユーザー空間に制御が戻された瞬間にページフォールトが発生し、そこで初めてページ単位に実行ファイルの内容がロードされる。ただし、性能向上を目的で事前にマッピングを作成する場合もある。 各プロセスの仮想アドレス空間のアドレス範囲は同じでありオーバーラップしているのが一般的である。これを多重仮想記憶と呼ぶ。ムは現に実行中のプロセスの仮想空間のみを認識する。コンテキストスイッチでプロセスを切り替える際、ムに対して仮想アドレス空間の切り替えも支持する必要があるが、その方式はアーキテクチャによって様々である。 同じプログラムを実行するプロセスが複数存在する場合、多重仮想記憶では、それぞれが同じ仮想アドレスに実行ファイルをマッピングしていながら、それぞれ独立した仮想空間を使用する。このため、実行ファイルを配置する仮想アドレスは、どのプロセスでも同じにすることができ、実行ファイル自体に配置すべきアドレスを格納しておくようになっているのが一般的である。また、 それぞれのプロセスが実行ファイルのテキストセグメントをマッピングするのに使う物理メモリは共有することができる。他にもママップでファイルをマッピングする場合や共有メモリ機能でプロセス間の通信を行う場合、マッピングされる物理メモリが共有される。なお、アーキテクチャによっては多重仮想記憶がオーバーラップしていると捉えず、全仮想空間がフラットに並んだ巨大な 仮想空間を想定することもある。この場合、仮想空間識別番号が巨大な仮想空間のアドレスの一部と考えられる。もっとも、これは単にモデル化の手法が違うだけで実装に大きな違いがあるわけではない。実際、各ユーザーアップロセスが自分の仮想空間識別番号以外の仮想空間にアクセスすることはできない。1962年に 世界で初めてページングをサポートしたコンピュータートラスはフェランテイ、マンチェスター大学、プレッセが共同開発した。このマシンには連想メモリがあり、1エントリに512ワード長のページが対応している。スーパーバイザーは非同値割り込みを処理し、次期コアメモリと次期ドラムメモリ間のページ転送を管理する。特筆すべきは世界初の仮想記憶システムであるにもかかわらず、 難しさなどから、後のシステムでも実現例のあまり多くないプログラムに単一レベル記憶を提供していることである。Windows では1990年の Windows 3.0から仮想記憶をサポートしている。Microsoft は Windows 1.0と Windows 2.0での失敗を受け、OS へのリソース要求を削減するために仮想記憶を導入した。 全てのプロセスは固定の変更不可能な仮想記憶空間を持っている。Windows 3.x には隠しファイルとして3 8 6スパート、パール、または Win386swp があり、それらがスワップファイルとして使われる。通常、ルートディレクトリにあるが Windows など他のディレクトリに置くこともある。そのサイズはコントロールパネルで設定される。 仮想メモリサイズで決定される。ユーザーがこのファイルを削除したり移動させたりすると、次回 Windows を起動した時にブルースクリーンが表示され、エラーメッセージが表示される。Windows 95、Windows 98、98SE、Windows 目でも同様の仕組みになっている。スワップファイルの大きさはデフォルトでは、物理メモリ量の1.5倍であり、最大で、 物理メモリの3倍まで拡張できる。NTK の Windows などはペファイル、シスというファイルを使用する。このファイルのデフォルトの位置は Windows をインストールしたパーティションのルートディレクトリである。Windows は任意のドライブの空き領域をページファイルとして使用できる。XP までの Windows ではシステムクラッシュ時にカーネルまたは全メモリをダンプする設定にしている場合、 ブートパーティションにこのファイルを置く必要があった。リブートするとシステムがダンプを通常のファイルに移す。ページングファイルのサイズには初期サイズと最大サイズがあり、ページングファイルが不足するとページングファイルは最大サイズまで拡張される。拡張されたページングファイルは再起動するまで小さくならない。ページングファイルがあると積極的なクリーニングにより、 物理メモリで足りる場合であってもページファイルへの書き出しが行われる。積極的なクリーニングは仮想記憶を実装するページ時間アルゴリズムの一つで CPU の余剰時間を使ってページ内容をディスクに書き出しクリーンな状態にしておきページが必要になった時に短時間でページを再利用する手法である。もちろんクリーンな状態のページ内容そのものが必要になった時には ページファイル上のページ内容を無視するだけで良いので、オーバーヘッドは発生しない。Windows XP 以降では、ページファイルを使用しないオプションが選択できる。もちろんこれは、物理メモリの容量が十分に足りている場合にのみ、選択すべきオプションである。ページファイルを使用しない場合、ほとんど使用されない常駐ソフトなどのデータを、スワップアウトすることができなくなるので、 キャッシュとして使える物理メモリの空き領域が減って、パフォーマンスが低下することがある。しかし、ファイルを読み書きする IO アクセスが起こらないため、パフォーマンスを落とさないというメリットがある。フラグメンテーションページングファイルのサイズには、初期サイズと最大サイズがあり、ページングファイルが不足すると、ページングファイルは最大サイズまで拡張される。徐々に拡張された場合、 フラグメンテーションが起き、性能に悪影響を与えることがある。これに対する助言としては、ページファイルのサイズを固定することで、OS がそのサイズを変更できないようにするという対策がある。ただし、ページファイルが拡張されるのは全部を使い切った時で、デフォルト設定では、物理メモリの150%の量になっている。したがって、ページファイルに対応した仮想記憶の要求が、 物理メモリの250%を超えないとページファイルは拡張されない。ページファイルの拡張によるフラグメンテーションは一時的なものである。拡張された領域が使われなくなれば、追加で確保されたディスク領域は解放され、ページファイルは本来の状態に戻る。ページファイルの大きさを固定にすると、物理メモリとページファイルを合わせた。 以上のメモリを要求するアプリケーションがある場合に問題となる。その場合、メモリ確保要求が失敗し、アプリケーションやシステムプロセスが異常終了する可能性がある。ページファイルを拡張可能にすべきだという根拠として、ページファイルが先頭から順にシーケンシャルにアクセスされることはなく、ページファイルが連続領域になっていること性能上の利点は、 ほとんどないという見方もある。いずれにしても、メモリを大量に使うアプリケーションを使用するなら、ページファイルは大きい方がよく、ページファイルを大きくしてもディスク容量がそれに割かれる、以外のペナルティはない。現代的な仕様のシステムでは余分にディスク領域を使用しても問題はない。例えば、メモリが 3GB のシステムで 6GB の固定スワップファイルを使用するとしても、 HDD が 750GB なら問題はないし、メモリが 6GB、スワップファイルが 16GB、HDD が 2TB なら、これも問題はない。どちらの場合もスワップファイルとして使用する領域は HDD の1%に満たない。ページファイルは任意のドライブに作成することができる。これはユニックス同様スワップ専用のパーティション割り当てが行えるのに等しい。 またページファイルはストライピングが行われるので複数のハードディスクドライブに小分けにしてページファイルを作成するとページング速度が向上する。物理メモリ以上のメモリを常に使うような使い方をする場合、ページファイルのデフラグメンテーションをすることで性能が改善する可能性もある。しかし根本的には物理メモリを追加する方が性能改善に役立つ。 Mac OS はシステム7から仮想メモリとして実装される。当時はコントロールパネルでメモリサイズを指定し機能を入りにすることで使用できるようになる。すると起動ディスクに隠しファイルとしてスワップファイルが作成される。スワップファイルは指定したメモリサイズの大きさとなり、これ以上は増えない。この頃の仮想メモリは使用しているかどうかで、 プログラムの動作が不安定になることがあった。そのため、プログラムのパッケージや説明書には仮想メモリの設定を確認させる記述が見られる。UNIX および UNIX KOS では、ハードディスクのパーティションを丸ごとスワップに使用することが多く、そのようなパーティションをスワップパーティションと呼ぶ。ドライブを1個丸ごとスワップパーティションとすることもある。 そのようなドライブをスワップドライブなどと呼ぶ。スワップパーティションしかサポートしないシステムもあるが、ファイルへのスワッピングもサポートするシステムもある。フラグメンテーション問題を回避して、性能を維持するためにもパーティションの使用が推奨されている。また、スワップパーティションを使うと、スワップ領域をディスク内の最も高速アクセス可能な場所に配置できる。 最近のハードディスクでは先頭の方が良いとされている。LinuxLinux Linux のユーザープロセスから見れば、対局的にはメモリは CPU キャッシュ、メインメモリ、ファイルの順に階層化されており、上位メモリは位メモリのキャッシュに過ぎない。実行可能なファイルや共有ライブラリーのテキストセグメントやマ,マップで明示的にマップされる名前付きファイルに対してスワップエリアは スタックやヒープを保持する7種ファイルである。もちろん、実際には、カーネルは、性能維持のためにスワップエリアの使用とアクセスを最小限にするような最適化の努力を払うだけにしか、情報が保持されない。2.6の Linux カーネルでは、スワップファイルは、スワップパーティションと同程度の性能である。カーネルは、スワップファイルの存在するディスク上の位置を把握しており、 バッファーキャッシュやファイルシステムのオーバーヘッドを回避して直接ディスクにアクセスする。レッドハットはスワップパーティションの使用を推奨している。スワップパーティションの場合、ディスク上の位置を決めることができるのでスループットが最も高い場所に置くことができる。一方、スワップファイルは管理の柔軟性という点でスワップパーティションに勝っている。例えば、スワップファイルは 任意のドライブ上に置くことができ、どんな大きさにもでき、必要に応じた追加や変更が容易であるだけでなく、ネットワークを介して、外部ホスト上のリモートファイルを使うことも可能である。一方、スワップパーティションは一度一と大きさを決めたら、ドライブ全体のパーティショニングをやり直さないと変更できない。Linux は事実上無制限な個数のスワップデバイスをサポートし、 それぞれに優先度を設定できる。オペレーティングシステムが物理メモリをスワップアウトする場合、最高優先度のデバイスの空き領域から使っていく。同じ優先度に複数のデバイスがある場合、それらは RAID 例と同様の使い方をされる。これによって並列的に複数のデバイスにアクセスするので性能が向上する。したがって、 優先度の設定には注意が必要である。例えば、同じドライブ上の複数のスワップ領域を同じ優先度にするのは特策ではない。また、高速なデバイスを高優先度に設定するのが性能的に有利である。Linux システムでスワップを追加するには、その前にスワップ領域を作成しなければならない。パーティションならば、一般のパーティション作成ツールが使用できる。 通常ファイルの場合、dd コマンドと dave0 を使って内容が0のファイルを作ることができる。作成したスワップ領域は、MacSwap ファイルネーム、デバイスでフォーマットし、スワップオンおよびスワップオフコマンドで on、off を制御する。Windows とは違い、物理メモリに入りきらない場合のみ、スワップが利用される。これは、積極的なクリーニングが実装されていないためで、 ページングが開始された時システムは著しい速度低下を起こす。しかし、これは物理メモリが飽和状態を続けている場合さほど深刻ではない。メモリが飽和すればあまり利用されないページはおのずとハードディスクに追い出され、物理メモリには有用なページが残されるようになる。MacOSMacOS では UNIX 系をベースとしたことで仮想メモリは常に使用するようになっており、 複数のスワップファイルを使用できる。デフォルトでは、ルートパーティションに配置されるが、他のパーティションやデバイスに置くこともできる。コンピュータの起動時から6 4イトのスワップファイルが一つ作成されている。場所は、プライベート、バリエーション、VM 以下で、スワップファイランという名前が付けられている。容量が不足すると、スワップファイルは自動的に追加される。 スワップファイル1までは 64MB 以降のスワップファイルのサイズは 128MB、256MB と8の倍数で増えるのが基本だがメモリの最大容量、ハードディスクの空き容量の1、4.1GB のいずれか小さい型を選択し容量が決定する。一つのスワップファイルが大きくなるのではなく複数のファイルが作成される。 すなわちスワップファイルが4つなら64プラス64プラス128プラス256で合計512メガバイトとなる。スワップファイルの場所はコマンドライン操作などで他のデバイスに変更できる。スワップファイルを削除するアプリケーションも存在し、これを用いなくとも削除できる。また、一旦ログアウトしてからログインし直すと再起動することなく削除できる。 Mac OS では多重仮想記憶がサポートされ仮想空間はプロセスごとに主源が分離されている。この違いがクラシック Mac OS と Mac OS での仮想記憶に対する信頼性の違いとなって現れている。この記事は2008年11月1日まで GFDL バージョン1.3以降の再ライセンス規約に基づいていたフリーオン。 Line Dictionary of Computing にある項目の資料が元になっている。ありがとうございます。